待たせしました。どうも。やりますか？やりませんか？まだです。違う感じがしますかっていうのを神田リバースも言ってましたけど、うちの方がもっと黄色が違いなきゃそうですよね。まあでもいいんじゃないですか、こういう番組が一つぐらい入ってた方が、まあいいじゃないですか。でもね、まあ、結構今日は初対話の人ばっかですよね。そうですね、はい、なんで多分お客さんもね、僕らのこと知らない人も多いと思いますって。まあ、こういうバンドもいるんだぞってことで書いていただければと思います、ね、あと何かありますか？いや、特にないです、はい、今日ここのもね、ウルペンって来てね、ちょっとお腹痛くなっちゃって、そう途中でトイレ行くかもしれませんけど、それはちょっと途中でっと我慢できなくなったらね、うんこする途中で、まあ、我慢できなくなったらね、なんかそういう毛色のバンドが多いよね、そういう毛色の、そういう毛色の毛色合いましたね、はい、腹痛で、はい、合いましたということで、ね、とっとでやりますか？やりましょう、くだらない話はそんぐらいして、その辺にして、はい、水だけ飲ませてください、はい、水飲むとでもお腹痛くなりそうな気もしれますけど、まあでも下痢は水飲んだ方が治るって言いますね。なんか脱水症状があって、なんかそんな話聞きたくねえよってなことでしょうよね。はい、まあ、じゃあ、ハートブラシやりますよ。はい、はい、じゃあやります。とその前にここらでメンバー紹介したいと思います。オンドラムスジュレ、オンボーカル&ギター福島人、スタンソンとバイオリンジットよろしく。
がとう。懐かしいね。いやでもまあ普段全くね
キブリの種がこちらですけれども、別にあのしちゃいけないっていうのはないんでね、そういう決まりはないですそれは妥協的な、でもあのまあ別にしなくてもいいですしづらいだろうしまあしづらいだろうね、暴れてる途中にね曲が終わったりとかね、そうね、あの途切れたりとかするからね、某大御所にも言われたしね、そうだね、誰に言われたの、あの某スペースさんですスペース大御所ね、大御所愛がいるから、あの方ですか、あの方曲が早く終わったら客に伝わらないんだうるせえよ、前がいるあっという間に終わっちゃうから伝わらないんだっつって、アメリカの時に言われました、アメリカでね、スペースグラインだと感じたら、あのここと変わらない西荻テイスト、西荻テイストせっかくアメリカ行ったの、国分寺か、そう国分寺かドビス何かみたいなね、それねあれだったけどね、ボルチモアの無駄遣いと言われてますけどね、あれはそんな、ね、でもまあ楽しかったですよね、そうですね、はい、いや亀井さんのことは大好きですよ、僕はそんだけ言ってない、僕は大好きですよ僕はすごい、みんな大好き、みんな大好き誰だ亀井さんってこと言ってたらね、もしかしたらいるかもしれませんけど大御所です大御所です、じゃあ次の曲を聴きください
そう。